はい、皆さんこんばんは。今私ね、宮野さんのね、チエリアってとこにいるんですけど、ちょっともう昼って言えるような状況じゃないんですけど、今から弁当食おうかと思います。でね、これ買ったのはね、これ見えなかったらごめんなさい。ちょっとこれ、このこれミックスフライ弁当とお茶とおにぎり、このね、この極寒のマイナス3度のサムズランナーが食いたいと思います。はい、じゃあいただきます。よいしょ。あ、チンしてくればよかったわ。カメラの角度を変えないと。ちなみに今置いてる台、ちょっと雪いつも雪があって、まあ、充電で電池切れたら、切る可能性あるわ、普通に。ごめんなさいね、暗すぎるね。暗すぎるわ。雨はちょっと開かないっすね、ちょっと。やっぱスタンディングサイドで行こう。手かじかんでしまうかもしれない。ここに置くか。いただきます。うん、まあもちろんね、なんか弁当柄はちゃんとしてるんで、まあいいや。ダメだね。ちょっと場所失敗したわ。暗すぎて見えねえわ。水飲む。これで支えてたんで。失礼します。暗いね。今これでもね、
夕方4時とかなんですよ。ごめんなさいね、ちょっと喋ってるあまり、あ、ま、いや間違えた、逆だ、逆にしちゃったやんよ、言ってるあまり全然喋ってねえわ。12月の5日、の月曜の2022年のはずなんですけど、これ数日前にね、ようやく雪降ったんですよ。で、雪降って数日でもう氷点下真っ白になってるんですよ。もうなんかいきなり冬本番が唐突に来ちゃって、ね、びっくりですね。普通雪降りたてだったらそんなめちゃめちゃ寒くはなんないだろうって。寒い、ごめん、最近からこれしか言ってねえわ、やべ、凍えちゃう。手袋つけるわ、これでうまくかけるかわからんけど。あ、思い出した。関連ってあるあるかもわからんですけど、あの今使ってる、今撮ってる携帯が iPhone12 のミニなんですけど、ちょうど1年ぐらい前まで、あの第1世代目の SE 持ってたんですよ。それがね、冬になるとね、
なんか充電あんのにバッテリー切れちゃうんですよ、なんか気温がおかしくて。うん、でも氷点下そばっちゃうとね。いや本当ね、冬はね、外行くときね、あのバッテリーね持ってくの必須だったわ。だけど今んとこ今取っとるけど10分持ってるみたいなね。まあでもちょっとこれ、まあ、iPhone 12でもちょっと電源落ちるっていうのも限り、まあ、ない話ではないんで、10年ちゃいは十分あるけど落ちる可能性あるから、ちょっとそこら辺許してください。まあ一番いいのはモバージュつなげながら取る方がいいんだけどね。おにぎりが問題ですよね。海苔が崩壊するかしないか。米とかね、ちょっと米なくなっちゃったんで、おにぎり突入します。やっぱおにぎり買って正解だわ。あ、よかった。ちょうど光源がありました。だって撮影してるとき光源がなくて写り悪いだろうなんて思ってたけど、最初からこうすりゃよかったわけだ。声優のイユ、IYU、うん、それは分かりやすいよかったな。あ、今雪降っちゃった。ね。あれだ、おにぎりにね、煮干しの種だったわ。
こんなに映り悪かったら後で AVIUTL で補正かけた方がいいかもな。最中にね、雪降ってきちゃうんですよね、本当これ、ラスイチでございます。うん、おいしそうでした。完食かな。はい。もう蓋閉じるわ。うまかったけど、ちょっと量足りんかったかな。どうだろう。まあ、ちょうどいいぐらいか。いや、まあ、ちょっと足りないぐらいかも。ちょっと足りないぐらいかも。充電20%になっちゃった。いや、でもすげえや。氷点下下回ってるのに電源落ちねえのはすげえわ。感動した。 SE の時ちょくちょく切れてぶち切れそうだったからね。ごちそうさまでした。おにぎりの海苔が邪魔。よいしょ。よいしょ。
これでまともに打ってた感じか。わざわざ雪かいたんだよ、ね、雪かいて俺弁当を、ね、置いたんですよ。下にね、あのエコバッグ置いてランチマットにしてね、うん、はい、ということでね、このまま歩いたらね、西の都電通りに出るわけです。諦めた。でね、この後高速バス乗って、この宮の沢から札幌の方に向かうんで、はい、じゃあ終わります。